えー、若林玄三役の鈴村健一です。よろしくお願いします。まあ思い出だらけですね。本当にすごいムーブメントにいたんですよね。僕の子供の時に「キャプテン翼」は始まって。まあ漫画もとにかく盛り上がったし、でアニメ化したらとにかくすごくて、みんなサッカーボールを買いに走りましたよね。それまでサッカーって言葉 下手すと僕よく分かってなかったんじゃないかな。サッカーってよく知らなかったものが、日本にこうサッカーっていうものがあって、こんなに面白いもんだってことを教えてくれたのがやっぱキャプテン翼バサだったと思うんですよね。まあ、あとは、あの、あの当時のこう、アニメの中でも飛び抜けて演出がすごかった。ハードな必殺技の描写。これを誰もが真似しましたし。 みんな、今でも僕らの世代はあの必殺技全部言えるんですよね。で、誰がどのキャラクターでとかっていうことも全部分かっててと、とにかくだから個性的だった作品、そしてインパクトがとにかくあったってことですよね。今でも本当に完璧に言えるんじゃないですかね。<laughs> それぐらいあの、情熱的な作品だったと思います。はい。 魅力、そうだな、もういっぱいありますけどね。あの、まず、純粋にスポーツものとして、スポコンものとして楽しむことはできます。純粋にこう誰が勝ってとか、すごく燃える展開の繰り返しなんで、本当にその、燃える魂を感じる、そういう作品として楽しむことができる。なんですけど、もう一つあるのは、 いろいろなところを突っ込んでいけるところですね。これはキャプテン翼のいいところじゃないでしょうか。僕ら、今回アニメ化するとか、今回こう関わるっていう以前から、キャプテン翼がこういう感じのシーンあったよねっていうのをみんなでね、あの飲みながら喋ったりすることもよくありましたから、そういうところを突っ込んでいく。まあ、すごくこう漫画的誇張された表現っていうのがあって、そこがやっぱり面白いんですよね。 ま、代表格で言うと、立花兄弟のスカイラブハリケーン、えー、アクロバティックな必殺技を使うシーンとかってのが出てくるんですけど、ああいうのやっぱ子供時代いっぱい真似したいよね、とかっていうことだったり。あとは、独特のこう、セリフの言い回しみたいなのもキャプテン翼の魅力かなと思いますよね。キャプテン翼が、やっぱり、一番印象的なの、何っていうセリフをすごい言うんですけど、僕が、あの、やらせていただいている若林もよく言うんですよね。 な、に、なにじゃなくて、なにい、ちっちゃいいいなんです。なにいっていう <laughs>。これもキャプテンズ噂のならではで、こういう、あの、ムーブメントっていうのをいっぱい作ったのはこの作品だと思いますし、まあ、今でも、こういう、 エキセントリックな演出みたいなものって、今のアニメ業界でも受け継がれてる気がするんですよね。だから、そういうところが圧倒的に魅力的だったからこそ、今も語り継がれるし、今もそのキャプテン翼が作った道を歩む作品もいっぱいあるのかなという気がします。はい。赤林くんは、いい役ですね。本当に素敵な役いただいたなと思ってますけど、 キャプテン翼の、最初の頃は、あの、翼くんと若林くんの二人のこう戦いを描くのがメインのドラマなんですよね。キャプテン翼がここまでやっぱ人気が出て、ムーブメントになったのは、たくさんのキャラクターが出てきてからでもあると思うんですけど、まずは若林とのこう、 交流というか、そういうものが描かれるんですよね。キャプテン翼がもし人気がなくて打ち切られていたらここで終わってたぐらい若林くんと翼くんの犬がメインのストーリーなんですね、最初。若林くん、その結果、あの若林くんは当初、ちょっと敵キャラっぽいんですよね。翼くんに対しての、あの、対立する悪役みたいな。でも、その若林くんが改心し、やっぱりサッカーってすごいってことに気づいて、翼と一緒に戦うようになる。 ここがやっぱり胸が熱くなるシーンですね。これがなければ、今のジャンプの作品の王道っていう流れはなかったんじゃないかな。な例えばドラゴンボールのベジータとか、えー、何にしてもこう敵対してたやつが仲間になっちゃうパターンって、実は意外とキャプテンズはてすごく先駆的なところがあったんじゃないかなって感じがします。そういう意味では若林くん、あの、いろんな顔を見せてくれるので、 すごくエキセントリックだったりかと思ったら、周りのことがよく見えてて、あの、人、みんなの部員思いの、えー、いいキャプテンだったりとかっていうところ。それでいて、志が高くて、えー、誰よりも先に海外に行くっていうような選択を持つ。の、若林っていうのは、そういう意味では、あの、一番変化したキャラクターな気がしますよね。キャプテン翼の世界観において。 翼くんって出てきた時からやはり天才で努力はするんですけどその天才があのいろんなものを吸収しながら成長していくそういう意味で言うと出てきた時からベースが変わらない感じがするんですけど若林は負けを感じてそれを乗り越えるでさらに翼と一緒にこのままいてもあのこのままじゃあ翼に負けてしまうからといって海外に行くすごく成長が描かれるキャラクターでそういう部分がやっぱり人間的でとても 愛すすべきキャラクターだなと思います、はい、僕だけ今回のキャプテン翼はですね、えー、前回アニメ化されたキャプテン翼から、えー、引き継いで若林をやらせていただいてるんですよね。僕にとっては15、16年ぶりの若林現像へのアプローチということなので、ね、そういう意味では、あのー、20代に、 やっていた若林くん。その時でも20代後半なので、小学生をやるのも結構その年でって思う人がいたかもしれないぐらいですけど、でもあの頃って僕まだこれからこの声優業界で頑張っていくぞってところで言うとすごくフレッシュな気持ちで、えー、がむしゃらに演じていたんですけど、今はキャリアも積んできて、えー、また少し違う形で若林くんにアプローチできるようになってるんですね。そんな中で、やっぱりかなり 成長していくキャラクターであり、あの、周りのことをすごくいろいろ見えなきゃいけないキャラクターで、実はパッと見るとかなり大人っぽいキャラクターなんだなと思ってるんですね。なので、僕はそういう意味ではこの役をあの意図して与えられたと思っていて、僕がキャリアを積んできたからこそ今この役に出会えてるっていうところがあるのかもしれないと、えー、今回のシリーズに関しては思ってます。なので、あの、丁寧に若林君っていうのを演じながらいろいろ周りのことを えー、引っ張っていけるような、えー、若林君の力を借りながら、えー、そういうお芝居がしていけたらいいな、というのは考えてるんですけど、 まあ一番苦労しているというか難しいところは、やはり、まあ四十超えてますから、小学生をやるということがですね <laughs>、まずそれだけでい一瞬こう、うって抵抗が <laughs> あるんですけど、それを現場ではこう、脱ぎ去って、すごくピュアな気持ちで小学生を演じる。まあでも、周りのみんながすごく情熱的にお芝居をしてたり、作品自体にすごくこう、力のある、あの、シナリオと、え、絵なので、 あんまり僕がそこで構えなくても引っ張ってもらえてる感じがしてるので、苦労というほど苦労はしてないんですけど、まあ、あの、冷静に考えると、小学生かと思う瞬間も <laughs> 数々訪れますね。まあ、そことの戦いでもありますけど、まあ、でも僕に任せていただいたっていう、誰かが選んでくださったということを信じて、えー、僕にできる精一杯のお芝居を恩返しという形で返していきたいですし、作品にあの、花を添えたいなと思って今、アプローチしています。 えー、ジャンフェスにお越しの皆様、キャプテン翼が再びアニメになります。今回のキャプテン翼すごいっすよ。原作をできうる限り忠実に映像化しようという、そういうコンセプトでお送りしております。えー、なので、キャプテン翼を昔から愛してる人たちは、えー、安心して見ていただきますし、えー、全く知らないという方も、これがキャプテン翼かと。 言える、えー、今、原点に触れるキャプテン翼をお見せすることができると思ってますので、どうか、このチャンスに、キャプテン翼に触れて、いろいろな感情を持ってください。燃えるスポーツ魂もあるでしょうし、ここ面白いねって突っ込んでいくこともできます。すごく幅の広い作品です。そんなキャプテン翼バサ、ぜひ楽しんでいただければと思います。2018年4月からですからね、チェックよろしくお願いします。えー、若林玄三役の須村健一でした。